今日のキラビトは愛犬と散歩中の金子ねねさん21歳。トレーニングとか走ったりとかしてます。実は金子さん、ある競技の世界記録を持っているんです。それは2本のロープを使う縄跳びダブルダッチ。なんとこれを逆立ちで跳び続けるというもの。男の人がやる技だよって言われたことがあったんですけど、まあ、女性でもできるんだよっていうのを証明したくて。すごいちっちゃい頃から負けず嫌いです。金子さんは去年ギネス世界記録に挑戦、98回の新記録を打ち立てたんです。男性が有利とされている競技の中でやったっていうところも本当すごいですし、小さく飛びながらもしっかりと超える技術っていうのがピカイチだなって思います。ロープをスレスレに飛ぶのは体力の消耗を防ぐため。この技術を培ったのがワンコもびっくりの逆立ち散歩。そんな日々のトレーニングを欠かさない金子さんの夢は、世界で活躍するパフォーマーになりたいです。見た人を笑顔にして夢と希望を与えたいなと思ってます。感謝の気持ちを忘れず、これからも記録更新目指して頑張るぞ。